大西五国寺は、群馬県高崎市八幡田町にある新言州と与山派の寺院である。東京の音羽五国寺の前身である。寺伝では、憲法三年、帝広氏の混流とされる。帝広氏は、山城国大五寺で天皇の病気平与の祈祷を行い、祈祷の本尊である、不動明王像をお貸しされた後、当地に下校してこの寺を回帰したのだという。官営年間まで、 薄い八幡宮の別当寺で、現在も、上野国一社八幡宮の東に隣接している。漢文元年、後に、江戸幕府五大将軍となる、徳川綱吉が、上野国立林藩に封ぜられると、綱吉の母、継承院は、継していた。そう、両県を招き、上野国高崎の地にある当時の第二十四世住職に、当てた。八年、綱吉が将軍となると、 翌遠方九年、助県に幕府の有する高田五百円の地を与えて一時を開かせた。その寺は、当時の名を継いで、神戸市山七印大正五国寺と号したが、これが、東京の音羽五国寺である。なお、七印という陰号も、当時の陰号であったことが、明徳元年書者の教育書きに見える。大使三天平寺ホームページ AB、 角川日本地名大辞典群馬県568ページ、群馬県の地名430ページ、群馬県の地名430ページ、江戸東京の寺社609を歩く140ページ、日本国史資料総書武蔵965ページ、群馬県の地名430ページ、日本名冊大辞典246ページ、江戸東京の寺社609を歩く140ページ、 日本国史史料総書武蔵965ページ、江戸東京の寺社609を歩く140ページ、天街と高光158ページ、角川日本地名大事天群馬県568ページ。ありがとうございます。